長沼城跡長沼藩は、死なのに存在した藩。藩主家は、佐久間氏。長沼城は、戦国時代から江戸時代初期にかけては、武田氏や上杉影勝、豊臣氏、森忠正、松平忠照の支配下に置かれていた。大阪の陣の先行により、現長年に佐久間勝幸が1万8000国で入る。官営十一年に勝幸は死去し、その後を、 次男の佐久間勝友が継いだ。この時、勝友は、長兄、勝都の子、小生に五千国を分与している。勝友の死後は、長男の佐久間勝豊が継いだ。この時、三千国を、弟の佐久間将校に分与している。勝豊の後は、養子氏の佐久間勝虫親が継いだ。勝親は、上京五年に、小川御将に任じられたが、 病と偽って出資しなかったことを咎められて、改役され、その身は庭長寺に預けられた。これにより、長沼藩は廃藩となった。なお、勝友の弟、昇主の子、森藤が将校の養子となっており、後に許されて、家督を、相続、二百票高で爆心となった。土山一万八千国、一万三千国、一万国 上京5年5月15日、勝幸十五位下大善助官営11年11月12日、勝友十五位下倉人官営19年7月1日、勝豊十五位下安房主7月上京2年8月21日、課長屋十月月22日上京5年5月15日、上風品の国水内軍、大見国高島軍、 五千国商法三年九月二十九日、小生無継断絶。品野国水内軍、大見国高島軍、三千国ウルー九月一日、天那二年八月十一日商工ウルー九月一日、漢文四年五月十五日森東十二月十日、天那二年八月十一日除風。ありがとうございます。